こんにちは、丁寧な和暮らしです。今日もお越しいただき誠にありがとうございます。最後までどうぞご覧になってください。今日は夏にぴったり朝顔のかんざしを作っていきます。土台になるかんざしの部分は100均で購入したお箸を使っていますので、道具も揃いやすいかと思います。今日のおまけ動画、夏に使っていただく涼しさアップのための道具と使い方ご紹介したいと思います。ではどうぞご覧ください。では作っていきます。今日は丸つまみを裏返す裏丸つまみを使います。お花とあと葉っぱも作っていきたいと思います。ではお花の落ち輪から作っていきます。15ミリの円形の厚紙を生地に貼っつけていきます。はい、貼り付けてから周囲、角だけなくしました。であとですね、こちらの厚紙と生地と一緒に半分ぐらいまで、まあ目安でいいです。だいたい半分ぐらい、カットしていきます。温度をつけて、この最後のところだけ切れ目が入っているの、ここですね。この切れ目入れたところにワイヤー、ちょっと挟んであります。で、どこまで挟むかっていうと、厚紙の直径と同じぐらいの長さ、こっち出るぐらいにしておきます。で出た分は後ろに折り返してあげて、この切れ目のところはどちらが上でも下でもいいですが、少しだけ重ねてロート型になるようにします。ワイヤー曲げたところですね、こちらは別の生地を貼ってで引っかからないようにしておきます。少しだけロート型の落ち輪が出来上がりました。ではまず丸つまみつまんでいきます。上の点を下の点に合わせるように下向き三角折っていきます。輪を持って反時計回り回していきます。また右側からピンセットを差し入れて、ピンセットガイドにして下に折り下げます。でまたさらに右側からピンセットで全体を挟んで、横になってるピンセットを縦に向けていただいて左手に押し付けます。押し付けて向こう側手前、上から見て3本の線が並んでいるかと思います。この状態で左手で持って右手は抜きます。で真ん中少しだけ返してあげて丸つまみとなります。裁ち目のところですね、もし気になるようでしたら揃える程度にカットしておきます。まず先端だけくっつけてあげて、あと全体縮めていきます。まずですね、裁ち目の方から平たくなるように押さえてもらって表に返します。表に返していただいて、この丸つまみの左右の角の部分ですね、ピンセットを入れてひっくり返します。こんな感じで、あとは裁ち目がやはり開いてないか確認だけしていただいて出来上がりです。5枚とも同じようにやっていきます。はい、これで5枚揃いました。じゃあ先ほど作ったおちりんの方にこれを乗せていきたいと思います。
こちらにしっかりボンドをつけておいて、下にちょっとなるようにここだけ入れ替えておきます。はい、ではこういった、小さい、これ 1.5 センチ角ぐらいですけど、この生地の端を少し細長い三角に切りました。こんな感じです。これをここに乗せていきたいと思います。では、ベップを8ミリぐらいの長さにカットして、ボンドをつけて、だと思います。葉っぱ用のおちりに作っていきます。1.8 センチの厚紙に布地を巻いて、さらに半分に切ったものです。ここにボンドをつけたワイヤーですね、ここに乗せて、生地にボンドをつけて、押さえておきます。葉っぱも裏丸つまみで作っていきます。ではまず丸つまみですね。3センチの生地と2センチの生地を合わせて使います。まず3センチの方で丸つまみをつまんで、先端だけボンドをつけて閉じてしまって、入れて、閉じておきましょう。後ろ側広げて、縁目だけ外れないようにしてもらって、左右の角のところをひっくり返します。おちりに、ボンドをつけて、ではここに乗せていきます。両端葉っぱの出来上がりです。はい、では組み上げていきたいと思います。同じものを花を2つ、葉っぱも2本用意しました。つぼみについては特に、今回載せてませんけれども、つぼみの作り方っていう別の動画がありますので、そちら参考になさってください。では組み上げていきたいと思います。です。お花たちだけで組み上げていきます。じゃあこの水色のをメインにしたいと思いますので、まずこちらの4、5回、糸を巻きつけて、でそこに次のお花つけていきます。合わせる場所は、全部同じところに合わせるようにしましょう。合わせたいところに
ここにつけてもらって、しっかり糸を巻きます。組み上げたところです。根元のところから2センチぐらいのところでカットしていきます。なのでそこに合わせてもらって、ワイヤーを乗せるところにボンドをつけて、それでしっかり巻いていきます。あと最後きれいに巻きつけていただいて、端はボンドで最後留めてあげてください。はい、これであとは、花びらの花の向きですとか出来上がりとなります。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。今日の動画いかがだったでしょうか。高評価ボタンですとかコメントいただけるととても励みになりますのでよろしくお願いいたします。では今日のおまけですけれども、夏に、男性の方も最近はよく持ち歩いてるんじゃないかと思いますけれども、扇子ですね。こちらの使い方ですけれども、まあ開いて仰ぐっていう道具なのでそのまま使っていただければいいんですけれども、男性の方でしたら、まあ、顔をこうやって直接風当てていただくっていうのが多いかと思うんですけれども、これは男仰ぎと言います。女性の方はできればですねちょっとしなやかに見えるように直接お顔ではなく、着物でしたらこういった袖口ですとか、お顔の下のあたりから優しく仰いでいただけると優雅に見えるんじゃないかと思いますので、使う時に、まあ、暑いからといってバタバタっと仰がないようにしたいと思います。皆さんもよければご参考になさってください。では次の動画でお会いしましょう。丁寧な和暮らしでした。